月相撲の大山にも水も出やおよろずの狼たち滝輪に時輪に青ひと草を面にたまい喜びかもしれさとも大御御座を讃える山よりまみまつること。織広先生は見てたのは大先生、安ら引っ越しでしのもやかに幸生えたまえとかしこみかし森広先生真似です。それでいいと思っちゃった。大先生までいかない。日々鍛錬して大先生を勉強する。今ここに来て集まってくれてる人は、人に流されない人、信念の持ち主の人たちです。うわ、愛でありますと大先生は断言しているわけですね。これを実践するのが我々は真心。